ギリクスは、約1億約6550万年前において、1 0 0ウエスタニン,ンテリアシーウェイに生息していた、甲骨魚類の一種。アロアナウアメイクチオデクテス型メイクチオデクテス科に分類される、シンホネ類である。研究者等の間では、アメリカのニオブララ類層にて、最も一般的に見られる、魚類化石の一つとして知られている。名、ギリカスを日本語では、 ギリクス、ギリクス、ギリックスなどと表記する。本校では、比較的普及していると思われる、ギリクスを用いる。系統分類不確定ながら、イクチオデクテス赤に分類される。同赤には他に、体長約4メートルのイクチオデクテス、体長約1.20、1.30メートルのバレキリクチス、及び6メートル超えの個体も存在する。 最大種シファクティヌスが含まれる。海分類海分類は一種のみが知られている。体長は最大で約2メートル。体型の長い大魚であるが、金縁種との比較では小型種の部類は入る。フィッシュイズインエーフィッシュシファクティヌスは同じ赤の金縁種であり、かつギリクスにとって恐ろしい捕食者でもあった。1982年に アメリカ合衆国カンザス州の後期白亜基層で発見され、フィッシュイズイニエーフィッシュの通り名で知られる、最も有名なシファクティヌスの化石は、3.96メートルのシファクティヌスアウダクスの胃の内容物として、1.83メートルのギリクスアルクアトスが、ほぼ原型をとどめた状態で収まっていた。なおこの標本は、カンザス州のヘイズにある、 スタンバーグ自然史博物館に展示されている。画像への直接外ブリンク、シュファクティネスオーダックス・スタンバーグミュージアム・オブナチュラルヒストリー。ありがとうございます。